カイウベフォン・ハッセルは、ドイツの政治家。所属政党は、ドイツキリスト教民主同盟。1954年1963年に、シュレースビヒホルシュタイン州首相を、1963年1966年に、国防省を、1966年1969年に、追放ドイツ人、難民。 戦争被災者賞を1969年1972年にドイツ連邦議会議長を歴任した。海・ウェフォン・ホッセル1971祖父フリードリヒは陸軍中将まで昇進し、1887年に除釈され、フォンを名乗るようになった。父テオドールは陸軍大儀で退役後にドイツ領東アフリカでプランテーションの応援主となった。 カイウベフォンハッセルもそこで生まれている。一家は、第一次世界大戦敗戦後の1919 19年に、イギリス当局により追放され、故国ドイツのグルックスブルクに住み着いた。1933年にフレンスブルクの高校を卒業し、農産物取引の修行をした後、1935年に、商人として、イギリス植民地となっていたタンガニーカに戻った。 第二次世界大戦勃発直後の1939年9月から1940年2月まで適正外国人としてダルエスサラームの収容所に収容されドイツへ強制送還された帰国後兵士として従軍1943年から1945年まで通訳担当の商尉としてビルヘルムカナリステートクの国防軍防用部に属した 敗戦時に捕虜となり、1945年9月に釈放された。1947年までフレンスブルク軍長に勤務。1946年、ドイツキリスト教民主同盟に入党。1947年にグリックスブルク市議会議員に当選、1963年まで務める。同年グリックスブルク市長に選出され、 1950年4月まで勤めた。翌1948年にフレンスブルク軍議会議員に当選し、1965年まで勤めた。さらに1950年にシュレースビヒホルシュタイン衆議会議員に当選、1965年まで勤めた。1950年に党の修復代表に選出される。 1951年8月から1954年8月まで、州内務政務次官。1953年に、ドイツ連邦議会に初当選。1954年11月に、連邦議会議員を辞職し、シュレースビヒホルシュタイン州首相に就任した。州首相を1963年まで務めたが、1955年9月から1年間連邦参議院議長を、 務めた。後に、ドイツ連邦議会議長も務めたため、今のところハッセルは、参議院議長と連邦議会議長の双方を務めた、唯一の人物である。1955年から1964年まで、シュレースビヒホルシュタイン州のセディ州代表を務める。1956年から1969年まで、セディ副党首を務める。また1955年には、 州内省、1962年10月から1963年1月まで、州法省を代行し首相と兼任した。アデナウアー首相の退陣を発表す、ハッセルラセリ執行部1962年、シュピーゲル事件により、フランツ・ヨーゼフ・シュトラウス国防省が辞任を余儀なくされると、1963年1月に、ハッセルは公認の国防省として、 コンラート・アデナウアー内閣に招聘され、州首相を辞任した。続くルートビヒア・ハルト内閣でも国防省に留任した。1964年より、州党副代表に転じる。1965年にドイツ連邦議会議員に復帰。ついで、クルトゲオルク・キー・ジンガー首相の大連立政権が成立すると、追放ドイツ人、難民、戦争被災者担当省に転じた。 1969年2月に、ドイツ連邦議会議長に選出されたため、大臣職を辞した。1969年総選挙でセディは、政権から離れたが、議会第一党の地位は守ったため、ハッセルが引き続き議長に留任した。1972年の解散、総選挙ではドイツ社会民主党が第一党になった、ため、ハッセルは副議長に転じた。議長、 副議長在任中に様々な委員会の委員長を務めたが、中でも1972年10月には、西ドイツの国連加盟に伴う、ドイツ連邦共和国基本法第45条の改正を審議する委員会の議長を務めた。1973年から1981年まで、欧州連合キリスト教民主同盟総裁を務める。1977年、 欧州評議会で副議長を務め、1977年から1980年まで、西欧同盟議長を務めた。1979年7月から1984年7月までは、初めて直接選挙で選出された欧州議会で、議員を務めた。一方、1980年を最後に、ドイツ連邦議会から去り、政界を引退した。1997年5月8日、 アーヘンでローマンヘルツォーク大統領に対するカール大帝上寺を式に出席していた際に心臓発作のため休止した。死の8日後、ドイツ連邦議会で追悼式典が行われた。最初の結婚で一難かずめを設ける。1970年、息子のヨアヒムフォンハッセル海軍中尉はスターファイター戦闘機の墜落事故で死亡した。娘はイタリアに罪、戦災の死後、 1972年に、モニカ夫人と再婚し、一難を設けた。夫人は、ハッセルの名を冠した財団の総裁を務めている。また、父親のいとこに、テオドール・エドラー・フォン、デルフィ少佐がいる。1956年に、ドイツ連邦共和国功労勲章第十字章、イタリア共和国功労勲章第十字章を受章。ハッセルにちなんだ、カイウベ・フォン・ハッセル賞があり、 またクロップにある第51偵察航空団インメルマンの弊社にはハッセルの名が冠されている。ありがとうございます。